皆さん、えー、こんばんこばは、えー、今週のですね、えー、株式投資結果報告をしたいと思います。えーまあ、正直言ってこの1週間、ね、1週間で株価は上がりました。はいで大体ね自分のはね、えー、20万ぐらい上がったんですね。はい、えー、ま含み益がね340万を超えてきました。 一週間前はね、320万ぐらいあったですね。ちょうど大体、えっ、ー、とね、20万ぐらい上がってます。ただね、あの、この傾向については、まあ、一つねあの、考えなきゃいけない点があります。えっ、ー、とね、ちょっとね、見ておきましょうかね。日経平均がですね、えー、おおむね、えー、2000円ぐらい上がってますね。現在、3万3700円。一週間前はね、3万 ええー、千いくらだったんですね。ですからちょうど2000、えー、円上がってます。えー、要するにね、えー、それ100倍すると20万ですね。で、私のも20万増えている。しかしね、えー、大体、ね、私のね、投資金額からすると、えー、大体二、ね、2.5倍ぐらいね、増えるのがあセオリーなんですね。ということは、えー、2000円、日経平均で上がっているってことは、うん。 そうですねまあ2.5倍ぐらいですから、えー、50万ぐらい増えているということであれば、えー、妥当な感じなんですね、はい。で、この日経平均なんですけど、えー、1週間、出たみましょうかね、一週間で、えー、このように上がってます。はい、で、おおむね2000円上がってます。はい、ですからあのお日経平均からすると私の持ち株。 持ち銘柄ですね大体30銘柄を超えてるんですけど、日経平均とそんなに連動してないのかなということが言えるのかな。これはね現在ね、ねあの外国の投資家がねあの日本銘柄を買ってくれてるということで上がっているような評価を受けているようです。これは、ね、あのあるポイントがあると思うんですね。えー、ま現在、ちょうどねあの株主総会。 で、えー、配当金確定、えー、を待って、ねえー、いる人とか、そういうことはい,いるとは思うんですけど、ただそれだけではないと思うんですね。えー、実はね、このね、為替、米、えー、ドル円なんですね。これがね、今、あのドルが高くなってます、えー。このように同じですよね。日経平均が上がるような、えー、これ5分足か、えー。1週間足で言うと、 まあ、同じようにこうおおドルが高くなってると、はいで。ドルが高くなって円が安くなってるっていうことは、えー、外国の方、特にアメリカ人とか、ねえー、に比べるとおですね、えー、見ますと日本株は安くなってるんじゃないかというふうに見えるんですね。はい、であの現在ね、えー、アメリカの物価は高くなっていて インフレになっているんですねで。それを抑えるためにあの金利を、えー、高くなっています長期金利が上がっているんですね。はい、でも長期的な見通しからすると、えー、しばらく金利は横ばいそれから来季は下がってくるというです、ね、見込みが今あるようなんですね。ということは、えー、今最大値になっているとですね。 えー、ドル高円安になっていると。それがドル高が今最大値になっているということですね。で、来年になったら円が強くなってくるという見込みが実はあります。これは多分ね、正しいことだと思うんですね。そもそもね、この140円前後というのは、う最近になった話で、あのー、約ね、1年前はあ、この半年前ですね。半年前はどうだったかというと、 そうなんですよね、えー。この、ちょっと、もうちょっと詳しくみましょうかね。はい。130円なんかとてもいかなかったんですね。はい。これ、日足なんですけどす、月足で見ると、そう。ほら、100円割るときもある,あるというんですね。本来ね、110円ぐらいがずっと長くね、あの、おー示していたんで、今、特別高い時期なんですね。それは日本の。 せいではなくて、まあ日本も確かにね、あのー、下がってるんですよ。イあ長期デフレなんでね。えー、ですね、えー。あれなんですけど、あのアメリカ国内のインフレがは今とても激しい。それにあの、おそうですね。質えっ、えー、とですね。求人がですねとてもお増えていて。えー 給料を多く出さないと雇えないというような社会的現象があるんですね、アメリカ国内の。そのために上がってると。でそれも落ち着くという見込みなので、今、日本株を買っておけば、来年の今頃は大体2割ぐらいですね、円高になるということで、えー、まあ、ほぼ必勝法という意味で、日本株を買っているです、ね、外国人が多いという。 とことなんですね。はい、ということで、えー、あの今ね、あの上がり上がり続けている銘柄ですね、それを持っていればよかったですね、外国人が今、えー、と欲しがるような銘柄、商社銘柄とかそういうこところですね、それがね、あの持っていれば今現在、上がっていただろうということが言えます。 はい、で私実はね商社銘柄一つも持ってないんですよ、まあ、運が悪かったというか、まあ、読,みが読み切れなかったかなというところですね、はいまあ、その商社銘柄を持っている人はラッキーなんですけれどもただね、えー、来年になると、えーまあ、それ売却し始めると思うんですね円高になってきてきたらまた、えーまあ、繰り返しますからね、あのー、為替というのは、はい、ということは 来年の今頃というのは、えー、日本、日経平均が下がってしまう可能性があると思います。はい。ですからね、今持っている人はラッキーなんですけど、それを、えー、買い続けない方が私はいいと思っています。はい。で、日経平均と同じですね、比率で、えー、あの、上がることはできなかったんですけれども、えー、まあ、日経平均が2000円上がったら、私は20万だということは、ちょうどね、まあ、 いい、えー、ですね、評価を受けている、実際にね、あのー、為替、為替を利用して、えー、ですね、えー、利益を出したわけではないので、まあ、安定した伸びのあるですね、評価を受けた会社を、の銘柄を持っているんじゃないかなと思います。はい。ではね、自分のね、えー、持っているですね、ポートフォリオを紹介していきたいと思います。はい。 まあ前日はですね、たった3400円ですけども、1週間では大体、えー、と20万ほど上がっています。はい、で、えっ、ー、とですね、えー、利益率は33%、おーまあ、最高値に達しましたね。はい、で、えー、私持っている時価総額は、えー、1350万になりました。はい 投資資金が大体50万ぐらいもありますから、およそ1400万に、えー、まあ、ほぼ、ほぼた完成してます。はい。で、えっ、ー、とね、えー、これはですね、1週間、チャートで見ましょうかね。はい。で、1週間、えー、良かった会社、どっかというと、まずね、オリエンタルランド。これは良くなかったですね。はい、ね。下がってしまいました。まあ ちょうどね、あのー、えっ、ー、とですね、優待券が到着して、これね、配当はほとんどなくてね、優待メーカーなんですね。で、株主優待のディズニーランドのパスポートが到着したんで、これで、えー、ですね、えー、利益確定売りをしている人がいるのかなと。ただもうこれはね、えー、今週までで、来週からはね、また上がってきます。はい え梅雨明け、えー、梅雨明けしてないのか、はいえー、これから晴れも続きますので、えー、ですね、えー、入場者数も増えてますし、それとあと、優待券がね、あの7月から、えー、前も今ね、前もって予約しなきゃいけないんですけど、インターネットですね、えー、パスポートね、あの予約し,しないでですね、もうそのまま行って入れることになりますので、入場者数も増えると。 で優待券、えー、ただじゃないかと思うんですけど、実は中でね、お食事をしたりとかね、買い物をお土産して買ったりとかしますから、まあ、当然、えー、売り上げは上がります、はいえー。オリエンタルランド、来週以降、えー、ですね、えー、楽しみですね。はいで、えー、このように、うは横ばい、えー、松屋フーズね、これは久々に少し上がっている方、全体的に上がっている感じがあります。 でブックオフ、えー、一時下がってたんですけどお、跳ね上がりました、月曜日にね。はい。もう、まあ、ちょっと見,見づらいんですけど、一番、えーひ左,えー、左側なんで、まあ、あの、階段を上がるような感じで、一段上が,上がりきってます。はい。で、ソフトバンク。はい。えー、これもね、なかなかいい、好調に上がってます、えー。これは親会社のソフトバンクグループがですね、えー、急激に上がってまして、それに連動して上がってます。というのはですね、 アメリカ市場にです、ね、ソフトバンクグループの子会社がです、ね、新規上場する予定なんですね。それがまた、ね、優秀なメ柄のようですね。その評価を受けてです、ね、ソフトバンクグループが極端に上がっています、はいで。ソフトバンクも連動して信用を受けてです、ね、上がっている感じですね。で吉野は上がっていますね。サイゼリア、この外食産業。 えー、ここに2銘柄は、えー、ドクター、ああ、ゆっくりとですね、えー、いい結果で上がってきてます。で、全勝ホールディングス。はい。これね、買った時のね、3倍になりました。はい。すごくいいですね、全勝ですね。これは買ってよかったと思います。えー、それから、えっ、ー、と、IPX、えー、日本取引所、上がってます。で、ホットランド。はい。まあ、外食はですね、全体的に上がってます。 えー、現在横ばいなのがスカイラーコールティングすね、はい。あ、日産。日産上がってますね。はい。えー、これね、えー、福水はなくなりました。で、サムティですね。サムティもいいです。えーと、こう、東京区別指導学民ですね。はい。逆に悪い方がないかな。はい。えー、JT、いいですねに。日本郵政。これがね、意外と。 伸びてこないです、ね、はいちょうど見てみましょうかねはいちょっとね極端に下がっちゃったんですけど、はい、回復するのを増したいですえー、っとね1年間で見ましょうかはいえー 2月ぐらいが一番高かったんですね。はい。えー、決算結果が出て悪くはないんですが、よくもない。はい。えー、業績。日本郵政の業績ですね。右肩上がりになってないんですよね。黒字なんですけど。ちょっと出ないですね。あ、業績、ちょっとなさい。ほら。えっ、ー、とね。 データとしては黒字なんですけど、で、配当も横ばい。うん、こね、ちょっとメリハリのある結果になってほしいところですね。はい、じゃあょっと飛ばして。で、今週めちゃくちゃいいのが S&P500。はい。アメリカね、あの、アメリカもね、ダウ平均が上がってるんですが、S&P も上がってます。これね、すごくいいですね。今めちゃくちゃいいです。S&P500 買っとけばよかったなはい。 で、え良、ー、くないのが、あ、四国銀行ですね。銀行銘柄も良くないですね。一時流行ったんですけどね。この、1ヶ月前ぐらいね。まだ良かったんですけど、えー、下がっちゃってます。あ、任天堂これ、えー、そうです。マイナス10万だったのが、一挙に、えー、黒字転換して、えー、上がり続けてます。ハセコウもいいですね。トヨタ、トヨタいいですよ。 ね、今,日今日は下がっちゃいましたけど、はい、見てくださいね。えー、3000上がってますね、えー。300円上がってるから、3万円上がってますね。はい、これ、調子いいですね。日本特殊用業,業いいです。えー、NTT ですね。含み損になっちゃいました、はい。ちょっとだけ。来週期待です、はいえーとね。7月に入ると25分割しますので、 えー、そこからね爆上げするかなとは思ってます。期待してますね。これね、えー、ちょっとね、えー、株式分割をまたいできますんで、この辺がね、期待できるかなというふうに言います。で、えーえー、ちょっと調子が悪かった西松建設と日本郵船はちょっと横ばい気味です。はいという、えー、ですね、全般的な印象があります。はいまああの 下がるところもあったんですけど、大きく下げてるわけではなく、上がるところはね、あのえー、とねすごい上昇してくれてます。はい、でトータル的に、えー、ですね、えーにえー、1週間で、えー、ですね、えー、1週間でですよ、えーとね、20万ですからね、はいでえー、とねこの2週間で、えーとね、40万上がってます、正直言って。 2週間で40万。だから本当にね、この6月っていうのは上がる、上がる時期なんですね。はい。で、これもね、あのー、来週いっぱいぐらいまで続くかな。あの、今月いっぱいぐらいまで続きますね。はい。この傾向が。うん。というのは株主総会が大体、えっ、ー、と、ね、一番ピークが6月29ですか。そこまで続きます。はい。で、この配当金があどんどん振り込まれてくるのと、 えー、会社員のね、えー、ボーナスの支給日になりますので、えー、今年のニーサークで買われる方が多くなるので、この時期というのは株価が上がります。はい、で、えっ、ー、とね、これが終わると7月、8月、うん、これね、えー、来月からあの予想は何かというと、えーとね、市場がね、あのー、停滞します。はい えー、投資家がね夏休みに入るんですね。で日本人ってね、えー、夏休みっていうのはね、えー、大体1週間ぐらいなんですけど、アメリカ人、ねえー、とヨーロッパ人っていうのはあの結構、ね、1か月間ぐらいで、ね、あの休むんですよ。っていうことは、えー、株を売ったり買ったりする人がいないいいないんですね。だから株価があんまり動かない。はい、それとね、あのー、この時期っていうのは留守飽きないって言って、 あの大きく変動する日が時々やってくるんですね。はい、で、それはね、信用取引をしている人が、えー、まあ、あの、大損をするという日が時々やってくるんです。はい。で、急暴落して、きもまた元に戻るというのを繰り返す日がいくつかあります。はい。ですからね、あの信用取引やってる人はね、気をつけたい時期がやってきますね。今は本当ね、あの、勝ちやすい、ね、あの上がってくる日なんで、読みやすい時期なんですけれども、 来月からは、えーと、投資は停滞します。だから次はね、目安としては、えー、秋ですね。9月になると、おですね、またゆっくりあ上がり始めます。はい、で、えー、次のねあの、企業分析しやすいのが、えー、11月なんですね。これはね、半期決算の発表が、あのー、ありますので、えー、この時にまたね、あのー、配当確定。 で、持ち続ける人とですね、えー、配当が下がるところ、で、売却するところと分かれてきますので、またその時に、えー、ですに、ね、説明したいと思いますけれども、長期的な展望としましては、えー、今の現状ですね、えー、をですね、この夏場というのはあの維持し続ける方がいいかと思います、はい。で、整理するんだったら今ですよ。あのー、今、 見たようなあの、下がっている銘柄で、えー、将来性がないところは、あのですねえー、手仕まいしちゃった方がいい銘柄もどうしてもあると思います。はいえー、で、それからいよそ、えーと、業績の良かったもの、それから見込みの良いものについては、えー、この夏休みの間は持ち続けるというような考え方がいいんじゃないかなと思います。はい、ではね、あの今週のですね、 投資結果でのほ、の投資結果のま,まとめでした。以上です。